He was good. And another one! Floors Judah! He's up very quickly, but his eyes are in a... はい、こんにちは。今回はパワーファイターとスピードキングの対決を紹介いたします。この動画を見ると、ボクシングのパワーの重要さとスピードの重要さがわかるかと思います。WBA スーパーウェルター級王者ジュリアン・ジャクソンに22歳のテリー・ノリスが挑戦しました。王者ジャクソンは強打の持ち主で37勝35 KO1 敗の戦績で、左右のフックを武器に KO を量産しております。一方ノリスは華麗なフットワークと鋭い連打でスピードあふれるボクシングを展開いたします。後にスーパーウェルター級王座を10度防衛するテリー・ノリスは、この試合が初の世界戦となり、初回からスピードに乗って主導権を握るのです。ジャクソンの強打は中間距離より少し近い距離で放たれるのですが、ノリスは巧みに距離を操り、ジャクソンの強打を封じ込んでおります。完全に主導権を握られた王者ジャクソンは、技術に頼らずひたすらぐいぐい前に出て剛腕を振るいます。スピードが武器の WBA スーパーライト級王者アミール・カーンとパワーファイターの WBA スーパーライト級暫定王者マルコス・マイダナが激突いたしました。序盤、カーンは鋭い左ジャブと速い連打を上下に集め、ペースを握り、試合を一方的に支配します。中盤からボディのダメージから回復したマイダナは、プレスを強めていき、カーンをロープに追い詰め、左右のアッパーを突き刺します。このままカーンが逃げ切りそうだと思い始めた10ラウンド、KO 率9割を誇るマイダナのゴーダが火を吹きます。終盤、カーンは苦しい状況で耐える場面が多くなりますが、勝利への執念を見せスピードの連打を返します。
パスチャーズーム。WBA、WBC 王者32歳の中と IBF 王者24歳のジュダーが激突しました。 IBF 王者のジュダーは27勝 21KO で抜群の反応とハンドスピードが武器でスーパーと呼ばれていました。初回、ベテランのチューはジュダーのスピードについていけず、多くのパンチを被弾いたします。1ラウンドは何もできなかったチューですが、2ラウンドになると英雄チャベスをも TKO した剛拳をヒットさせるため、プレッシャーをどんどん強めていきます。結末は突然やってきます。中の狙いすました鋭い右の剛拳がジュダーの顎を打ち抜くのです。当時史上最強のハードパンジャーと言われていた統一世界王者ソニー・リストンに22歳のモハメド・アリが挑みました。アリはローマオリンピックで金メダルを獲得し、プロ入り後も19戦全勝を誇っていましたが、賭け率は7対1で統一王者リストンが優位でした。パワーと破壊力があるリストンですが、歴代ヘビー級で最もスピードがあるアリの動きについていけず、試合は予想とは違って一方的な展開となっていきます。1年後にアリはリストンと再び戦いますが、この日もアリは足を使ってリングを回り、リストンを翻弄し、リストンが近づくと先行の右カウンターを放ちます。メキシコの英雄フリオ・セサール・チャベスが4階級制覇を目指して WBC ウェルター級王者のパーネル・ウィテカに挑みました。チャベスはデビュー以来87戦全勝 75KO の戦績で、パワーとタフさが武器で歴代ナンバーワンのハードパンチャーです。一方ウィテカはスピードと防御に秀でており、アマチュア時代はオリンピックで金メダルを獲得し、プロデビュー後は防御に磨きがかかり、ライト級、スーパーライト級、ウェルター級、スーパーウェルター級と4階級にわたって世界王者になったのです。この大一番はチャベスが
圧力をかけて前に出ますが、ウイテガのアンタッチャブルと呼ばれる防御でチャベスをさばきながら細かいパンチを繰り出す展開となり、チャベスはどうしてもウイテガを捉えることができず、12ラウンド終了のゴングを聞くこととなるのです。